フランシスコ・パチェコ・デ・ルリオは、スペインの画家、美術研究家。当時はイタン、異端新聞書付き美術監督官でもあった。絵画芸術論の著者であり、これは、スペインの美術研究における重要な資料となっている。ディエゴ・ベラスケスの詩であり、ギフでもある。日本語では、パチェコと記載されることもある。エンガスト・ブラウンは、パチェコについて、17世紀で、最も美術に関して、 重要な作家であるとしている。ベラスケスによる娘、フアナの肖像、もしくは巫女と言われる。幼少期から孤児となったパチェコは、後に、おじの養子となった。セビリア大聖堂の聖堂三次会会員で優れた、学者であったおじは、パチェコを自分の知識人たちの交友関係に紹介し、これがパチェコの芸術志向の要請につながった。1610年12月1日。 ベラスケスがパチエコの工房に入門するも、パチエコは旅行中で不在であったと言われている。翌年9月22日、ベラスケスの父フアンドドリーゲスでシルバとパチエコとの間で、徒弟契約が交わされる。1617年3月14日、不安でうせいだとともに、ベラスケスに製造画家の資格試験を課し、ベラスケスはこれに合格した。 翌年4月23日娘であるフアナがベラスケスと結婚した。1623年、オリバーレス博より旅費50ドカードを得たベラスケスはパチェコとで死であるパレーハと共にマドリードを旅行する。1625年、ベラスケスの描いたフェリペ4世の騎馬像がマヨール通りで公開された際にソネットを書いて賛美した。1638年に 絵画論、その古代生徒偉大を脱行した。パチェコによる、最後の審判主に冷たいマニエリスム風の絵画作品を描く。彼の名前はその作品よりも著作により知られている。ありがとうございます。